旧中山道の町並みを塩尻市の桜沢から奈良井まで訪ねてみました。木曽の北の入り口桜沢を過ぎ、日本橋から33番目の宿場が煮え川宿です。近世煮え川宿の大半は昭和5年の大火で失われており、多くの建物はそれ以降の建築です。幸い焼失を免れた中に、平成17年に国の重要文化財に指定された深沢家住宅があります。深沢家住宅は規模の大きな出し張り造りの町屋建築で、木曽地方の伝統的な民家建築で、この建物は文政西暦1818年から寛永西暦1854年の間に建てられた母屋と土蔵からなります。母屋は典型的な出し張り造りで、出し張りを二重とし、また外観の見栄えを良くし、腕木を均等に割り振る様子などが特徴となっています。国の重要伝統的建造物群保存地区に選定された木曽白沢は、近世初期に建築された集落です。その後は木曽漆器の産地として発展し、近代現代にわたるさまざまな種類の建物が混在しています。奈良井の典型的な出し張り造りを加え、近代和風洋風建築などが通りに面して立ち、奥行きの深い奥には漆器生産を行う入蔵といわれる土蔵があり、このいくつかでは現在でも伝統的な手法により木曽漆器が生産されています。竹沢さん宅の漆で塗られた玄関を見せてもらいました。また木曽白沢の町並みの中に、国の登録有形文化財の建物である須山家の住宅があります。これは昭和初期に建てられた町屋建築で、近代的な間取りや立ちの高い寸法と、一方伝統的な構成や意匠が混在していることなどが特徴です。奈良井宿は昭和53年に重要伝統的建造物群保存地区に選定されました。町並みは出し張り造りの町屋が1キロにわたって連なる宿場町です。その後の整理も順調に推移し、我が町でも有数の町並みとなっています。重要伝統的建造物群保存地区内における建築工事などは原則的に全て許可制で、伝統的建造物の保存と周辺環境を損ねない規制がかかっています。それにより良好な歴史的居住環境の整備が進んでいます。町並みの整備は伝統的建物の修理、周辺環境の調和、交際施設の整備、地元町づくり団体との協働など、地区整備の柱として行われています。旧中村家住宅は奈良井に7軒あった久慈問屋の一つです。市の有形文化財であり、市資料館中村邸として公開されています。
通りに面した建具は瞳大戸であり、1階と2階の間には猿頭のある鎧ひさしを備え、内部には勝手上部に吹き抜けがあり、奈良井の出し張り作りの町屋の様子をよく伝えています。市有形文化財上富屋手塚家住宅は、近世を通じて上富屋を務めた建物です。19世紀中頃の建築で、近代に引き続き郵便局として使用されていたこともありますが、その後復元的な整備がされ、今では個人の資料館として公開されています。明治13年明治天皇巡幸の際、安在所として使われた建物です。建物奥には上段の間などが残っています。市有形文化財原家住宅は、大型出し張り造りの町屋で、奈良井を代表する旅籠建築です。母屋の建築は19世紀中頃であり、現在は店舗兼用住宅として使用されています。大正時代には母屋裏2階の改築を行い、生活の変化に合わせて一部が改造されています。母屋内部の吹き抜けは往時の雰囲気をよくとどめ、見どころの一つとなっています。このように中山道の街道文化を色よく残す煮え川、木曽白沢、奈良井をはじめ塩尻市七川地区の文化財は、今後も良好に維持継承されていきます。